よね、になりたい音声、はい。今日は愉快なお友達とカー君に会いに行きます。バッチリです。立派な鳥居ですね。あ、そうそう、申し遅れました。今日初めてナレーションを挑戦いたします。いつもはカメラマンをやっています、マヤ君です。今日はよろしくお願いします。今回の動画はぶらり途中下車の旅をイメージして作ってみました。いかがでしょうか。ぜひ最後まで見ていってください。早速ホームに入ってみましょう。これで切ってもらうんですよね。懐かしいですね。これなかなか最近ないですからね。珍しいですね。ありがとうございます。山の空気はいいですね。僕普段横浜の海沿いに住んでるんですけど、空気の質が全然違いますね。どんな感じに違うんですか。いや、海の空気は海の空気でいいんですけど、山の空気やっぱ澄んだ感じがしていいですね。あの晴れてれば富士山が向こうにドーンと見えるはずなんです。富士山見たかったですね。あんまり歓迎されてないようで雨男ですか。お、電車が来ますね。211系 JR 中央線直通高尾行きですね。さあ乗りましょう、乗りましょう。ご乗車ありがとうございました。富士山行きに到着です。おや、手を振っていますよ。行ってきます。コロナウイルス感染症対策に伴います車内換気のため、この列車は和歌山駅到着に自動で開きます。駅でカー君がお出迎えしてくれるみたいですよ。さあ、行きましょう。あれ、無人駅なんですね。はい、ありがとうございます。いる予定なのにいない感じですかね。はい、ありがとうございました。あれれ、カー君がまだ来ていないみたいですね。出ませんね。出ないですね。写真を撮るのは好きなんですね。そうですね、結構下手くそですけど、写真、まあどっか出かけて写真撮るのは好きですね。さっき富士山駅で撮っていた写真を見せてくださいよ。あ、いいですか。別になんか大したの撮るじゃないですか。素敵な写真じゃないですか。はいはいはい。お、ようやく到着しましたね。カー君が到着しましたので、私はこの辺でさよなら。約束の時間は14分じゃなかったです。何分ですか。50何分。電車を移しましたね。お待たせです。すいません。じゃあ、こちら、はい、吉野池温泉。はい。吉野池温泉さんね。お食事、美食家の、りょうくん。はい。りょうくんです。りょうくん、まやくん。メインのパーク。では行きたいと思います。鉄道会社さんが作ってくれた吉野池温泉です。案内板ですね。下に吉野池温泉この奥になってます。すみません。
寒くて凍えそうでしたよ。おばあちゃんと約束して学校終わったらちょっと吉池で会おうっていうことでおばあちゃんと約束して、ね、ランドセル背負いながらカードを壊して去年の昭和初期に建てられた建物のあの1階でおばあちゃんが手を振るんです。吉池温泉創業164年結婚は早くしよう、あるうちに。今日もなんか違うネクタイをしてますけど、それももしかしてあれですか、吉田の織物ですか。気がついて、やっと気がついてくれた。これはですね、はい、私の近所の、はい、製造販売しててですね、吉田の本当老舗のご主人に、無理言って売っていただきました。もうね、もう本当ブランドもね、持つ感じでね、来ましたね。だから生地が厚いですよ。生地が厚いですよ。すごく触ってください。あ、いいですか。本当に厚いですね。すごくね、安いのと違って、あれなんで厚い。ありがとうございます。あ、来ましたね。あ、美味しそう。すごい。じゃあ、美食家の、はい。はい、すいません。あ、いいですか。ありがとうございます。すごい。まず漬物から。そうです、漬物からじゃあ、はい、はい、すいません。いただきます。失礼いたします。うん、なんていうんですかね、いや、すごく美味しいんですけど、あんまり僕漬物って普段食わないんですけど、すごく食べやすくて。カー君も漬物を基本的に食わないんですけど、はい、吉野池温泉さんので漬けてくれる漬物ってなぜか食えるんですね。ああ、本当に伝統ある、漬物とかね。もう野菜は全部吉野池さんってことですね。そうですね。手作りですね。じゃあ、うどんを冷めないうちに。そうですね。はい、すみません。今日もいただきます。湯気がもうすごいですね。そうですね。でも見た目がまずいろいろ乗ってて、ちょっとそのいただきますぞ。優しい味ですね。本当にもう寒い、今秋でこれどんどん寒くなってくるんですけど、寒い体に染みますね。
幸せですね。うちで、昔ね、働いやってる時は夕飯時のね、うどんだった。おいしいと、うどんで、私が、覚えてるかね、よそで、自分家のうちを出て食ったうどんっていうのが一番味なんですよ。母方のおばあちゃんがこうって言って、あそこでおばあちゃんに会って吉野池さんでうどん食った味、スープそのままですね。で、懐かしの味ってことですね、本日からの。そうですね、まあ、吉野池さんの味、おばあちゃんの味、おふくろの味って感じですね。おいしそうに食べますね。おいしそうに食べます。オフですよ、オフ。うまい。フランスからね、はい、3年後前に、はい、うどんだけわざわざ食べてた。フランスからですか。変なペーペーな美食家とか言ってますけど、もうパッとなんかね。フランスから本当になんかもう美味しいご飯を。本当ですか。お茶も出してもらえるんですか。そうですね、このお茶もですね、はい、吉野池さんの、湧き出た水で、出しているお茶なんですね。体に絶対いいですよね。吉野池さん最高、美味しいですね、完食ですね。スープまではなかなか飲まないですけど、いや本当にスープもあっさりしてて、ね、やっぱり本当に、いや本当にそうですね、違いますね。あ、それ本当になんか、なんですかね、本当に頻繁に来たくなるような味っていうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。水飲んでるのも、ここは喋るのは下手なんですけど、喋ることは好きです。チャンネル登録、グッド、はい、押してください、はい、お願いします。シェイクオフ。チャンネル登録、はい、グッドボタン、はい、よろしくお願いします、はい、それでは次の映像に向かって、はい、成功。